前回の動画のコメント欄に、勉強中眠くなったらどうすればいいですかっていう質問がね、来たんですけど、自分はですね、勉強中眠くなったら寝ます。どうも、愛知です。今回はですね、テストの時のパフォーマンス力を上げる方法っていうのを話していきます。ただ、これテストだけの、ね、限った話ではなくって、例えば部活、まあ、運動部だったら、まあ、その試合の本番とか、ね、吹奏楽、まあ、楽器やってる方だったら演奏会の本番、人前で話す時とか、まあ、いろんなさ、みんなが失敗したくないとか、できる限り自分の持ってる力を発揮したい場面っていろいろあると思うんですね。で、今回それをまあテストっていうところにも着目して話していくわけなんですが、で、その方法、いろいろあると思います。これもね、いろいろあると思うんだけど、自分のポイントは目です。目とか関係なくねーって思うかもしれないんですけど、自分の中ではすごく大事なポイントで、テストの時のパフォーマンスがね、上がるかどうかっていうのはやっぱり気持ちに左右されます。自分が、ああ、どうせうまくいかねえんじゃねえかなとか、私失敗しちゃうだろうなーって思いながら、やっぱりもう臨むとですね、やっぱ失敗するんですよね。そうじゃなくって、自分なら大丈夫だって、やれることやるしかないよねって、やってやろうぜみたいな。やっぱり前向きな気持ちで臨めると、結果としてやっぱりうまくいくことが多くなります。じゃあ具体的に何をするかっていうと、テストって問題用紙配ってくれますよね。で、開始時間もさ、時計見てればわかるじゃん。あと何分ぐらいで始まるなって。で、試験が始まる直前ぐらいに自分目つぶるんですよ。まあ、机座ってね、こうやって目をつむるんですよ。で、先生、まあ、試験監督が始めって言った瞬間に当然目開けるじゃないですか。で、その時の最初に目開けた瞬間に、ここでスイッチを入れるの。開けた瞬間に。で、目はさ、口ほどに物を言うなんて話もありますけど、目ってね、自分の感情がすごい物に出ると思ってる。不安な時ってやっぱ人は不安な目をしてるし、自信がある人ってやっぱ目に自信があるんだよね。で、もともと自分はすごく自信がないの、自分に。でもそれで、まあ試験もそうだし、まあ人前で話す機会とかもあるからさ、人前に出る時とかもやっぱ勘違いさせないといけないの。スイッチを入れてね。で、そういった時にも、やっぱり目は大事だから、そこでスイッチを入れる。まあそれはテストの時、まあ、学生時代の経験が今にも生きてるわけなんだけど、で、ちょっと下向けないからさ、映んないから、ここはみんなのそう、このカメラがさ、問題用紙だと思って、そっちだと思って今やってみるから。で、こうやって目つぶってるじゃんか。で、始めって言われたら、っていう感じ。え？って思うかもしれないけど。で、自分の中では気持ちとしては、よし、やるぞって感じ。やってやるぞっていう。で、その気持ちでやる。で、その目つぶってる時はもちろん自分に言い聞かせてるの。俺なら大丈夫だって。今まであれだけやってきたからやれることやるしかないよねって。だってさ、自分が今テストをこの机座ってる時に、ここまでの力しかないのに、ここまでのパフォーマンスできなくない？だってここまでしか練習してないんだから。だから、ここまでの、できる限り、今持ってる力の100に近い力を出せればいいと。だから、今できることをやるしかないぞって言ってるの。それなりの練習はしてきたわけだし。だから、今やれることやろうぜ。頑張ろうぜ。やってやろうぜ。っていうのを自分に言い聞かせて、で、目を開けて、で、テストに臨むっていう。そういう風にやってます。で、これはね、これがベストじゃないです。みんなやんなくていいからね。みんなやってほしいけども、絶対やんなきゃいけないってわけじゃなくって、私はこうやってスイッチを入れますとか、私はこういうやり方をしますとか、いろいろある。もしかしたら、テスト直前に友達といっぱい話した方が気分転換になって、すごいいいモチベーションで臨めます。それも OK なんです。いろいろあるやり方は。だから、今回紹介したのは、やっぱりね、テストの時に自分を勘違いさせる。今やれることやるしかないよねっていう気持ちに持ってってあげる必要があるんだっていうことをぜひ覚えておいてください。で、ちょっとやっちまったなと思ってるのは、昨日ツイッターでね、リプとか来てたんだけど、今日からテストの方結構いるんだよね。テスト前に投稿しろよって話なんで、本当にごめん。そこは本当にごめんなんだけど、まあ、これからテストの方ね、もしよかったら、ちょっと試してみてください。そして、試していくうちに、自分のやり方、見つかるかもしれないんで、噛んだけど、見つかったらそれね、ぜひ実践して、自分のモチベーション、いいモチベーションでね、本番、臨んで頑張ってください。